ムクロジは、ムクロジ科の落葉鉱木。ムクロジは1788年に、ドイツのヨーゼフ・ゲルトナーの、植物の果実と種子についてデサピンディス・ムコロッシという、学名が与えられたが、種商名・ムコロッシは日本語の俗称、つまりまさに、ムクロジの名に基づいたものであると考えられる。その後、ポルトガルのジョアン・デ・ルーレーロが1790年に、高知品植物史で記載した。 サピンディス・アブラプタス、イギリスのウィリアム・ロックス・バラが、ベンガル地方で見つけ報告した、サピンディス・デタージェンス、ヒマラヤ地域やネパール、シレットに見られた、サピンディス・アキマネタス、1935年に、日本の津山直が、小笠原諸島母島の旧北村付近で採取された、標本をもとに、植物学雑誌上で記載した、サピンディス・ボニネンシスは、 後にいずれもエスムコロッシのシノニムとして扱われるようになった。インドから東アジアの温帯及びインドシナにかけて分布し、具体的にはネパール、インド、ミャンマー、タイ、ラオス、ベトナム、中華人民共和国、台湾、朝鮮、日本に自生し、パキスタンやジョージアにも持ち込まれている。日本では新潟県、茨城県異勢の本州、四国、九州で見られる。 産地に自生する。日本では庭木にも植えられ、しばしば寺や神社に植えられている。落葉鉱木で樹形は逆円水型となり、樹高は7から15メートルほどになり、中には20メートルを超える巨木になる。死有同種。樹皮は高褐色で平滑老木になると避けて大きく剥がれる。一年枝は太くて無毛、皮目が目立つ。葉は五生し 7 0トルの偶数以上複用で、コバ8から16枚付き、先端のコバない。小葉は長さ7から1 5トル、高皮心型で、前縁。葉軸に対して小葉は完全な体勢ではなく、多少ずれてつく。晩秋になると、葉は紅葉する。夏季は6月頃で、花は単緑色で、枝先に3 0トル程度の大きな、 塩水果樹となって多数咲く。花は直径4から5ミリメートル、尾花には8から10個の長いおしべ、雌花には短いおしべと雌しべがある。花水はほとんどが尾花である。柿は10から11月頃で果実は直径2センチメートルの球形で、液化さまで気褐色に熟して落葉後でも残っている。果実の中に黒くて大きな球状の種子を1個含む。 冬に落葉すると、洋根の面は、老湿感があり、中央がやや色づいていて、いかんタバコンが3個あることから、笑った顔や猿の顔のようにも見える。トウガは洋根に比べるとかなり小さい円水型で、含めを下につける。カリチョウガは、側ガより小さく、ガリンは4枚つく。カヒはサポニンを含み、サポニンには水に溶かすと泡立つ成分があり。 最下値動用石鹸代わりに用いられる。種子は硬く、樹珠や羽付きの羽根の元にある黒い玉の材料にされる。ムクロジの黒い果実の皮を漢方薬では延命側と称している。実は女性用ヒニングとして利用された。ありがとうございます。